みちゃんコロンコロン、ふみちゃんコロンコロン、寝ちゃったの、おはや、ふみちゃんはや、いっ、ねんか、ふみちゃん、はい、朝ごはんです。いただきます。チーズ入りオムレツ、よいしょよいしょ、中にとろけるチーズを入れました。わかりません。麦ちゃん、麦ちゃんです、麦ちゃんです、麦ちゃんです、かわいいですね。大ちゃん遊びたいね。大ちゃんのおもちゃじゃないの、大ちゃんのおもちゃじゃないよ。遊びたいね。何食べた？大ちゃん。麦ちゃん、麦ちゃん、ちょっと起きて遊んだ方がいいんじゃないの？麦ちゃん、ね、ちょっと起きたら、あんた寝てばっかりじゃダメでしょ？麦ちゃん、麦ちゃん全然動かないね。寝てばっかだね。ごめんしゃ。大ちゃんはうろうろしてるよ、さっきからずっと。うろうろ、うろうろって。何がしたいの？うみちゃんは耳にしてばっかだね。大ちゃん、大ちゃん爪切ろうよ。大ちゃん爪痛いよ。爪切るか。ね。
落ち着かないね、ダイちゃん。うんちが出ないもんね。うんちしたいね。そっちの部屋でしないでね。ダイちゃん痛かった？ねえ、ダイちゃんにキリキリされたね。キリ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 。痛かったね。むーちゃん強いね。怖い顔してるね、むーちゃん。仲良くね。仲良くね。ね。優しくね、レイちゃんもね、ちょっかい出しちゃダメなんだよ。嫌なことしちゃ嫌よ、ダメよね。仲直り、仲直りだよ。やめまして10センチぐらいですかね。直径は4ミリぐらいです。まだ練習用なので試し編みでやります。はい、朝から編み始めた組紐も30センチを越したかな、40センチぐらいかな。こんな感じです、こんな感じです。痛い。むーちゃん、ちょっとこの手をなんとかしてちょっと。痛い。むーちゃん、離してちょ。離して。はい、組紐で作りました。猫ちゃんの首はできました。昔使っていた鈴をつけてみました。これは女の子用の色なので、小麦ちゃんにつけたいと思います。小麦ちゃん、つけてみるかい？はい、麦ちゃんにつけてみました。麦ちゃんどう？みーちゃん、ちょっと、みーちゃん、ちょっと上に行って。みーちゃん、これ。ちょ。みーちゃん、ちょっと上を向いて。はい、みーちゃん、これ。上を向いてくれません。ほら、みーちゃん。こっちだよ。暗い。こっちか。みーちゃん。はーい。どうでしょうか。かわいいでしょうか。かわいいね。みーちゃん、いいね。ちょ、見せてちょんまげ。こんな風に端はフリンジにして、ここの結び目で長さを調節します。むぎたん。大ちゃんには男の子色で編んであげようと思います。むぎたん、どうでしょうかって。どうでしょうか。なかなか上を見てくれます。
ブリの照り焼き焦げました。かぼちゃの煮物とオニオンスライス。いただきます。いただきます。めっちゃ焦げた。食べたいね、麦ちゃん。食べたいけど、これはダメだね。麦ちゃん、ブリ狙い。でもこれダメだよ。味がついてるからね。麦ちゃんは食べれない。やだ、しっぽ向けてしまっちゃう。あ、やめて。やめて。それはさすがにダメ。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃん。また見てにゃ。ほなにゃ。